YBK ホール出発します。めっちゃ可愛い。よっしゃ、今日でも10日目ぐらいかな、白の気象を張り続けて。もうこれ白の気象でめちゃめちゃこれ気象だらけになってるけど、10日目張ります。白の気象100枚、張りますか。はい、90枚しか張れなかった。白の気象張った。白犬ゾーンの様子がいつもと違う。ついに来た。わわわわ、白犬像が割れた。わ、出た。コマ、白コマか。やっとやな。白の騎士はやっぱあれやんな、1000枚ぐらい貼らなあかんねんな。白犬像の封印が解かれた。封印解除、これで解禁やな、白コマで。後ろ向いたけど何しよん。え、あ、自分がこれ白コマ操作できんの。え、謎すぎる。なんじゃこりゃ。ハゲオロチ操作してたのに白コマ操作できてる。これ赤招きに話しかけれんの。おお、マジか。ゾウアタック、すげえ。これやばくね、形相が。顔迫力ありすぎる。これ以上手前いけれへんねんな。これどうしたらいいんだ。これゾウ、おお、割れた。マジか。ついにやったにゃん。ゾウ破壊しまくりやけど。むにゃむにゃ。私たち一体何を。にゃ、いきなり白犬像が光り出して、目の前が真っ白になって、何にも覚えてないずら。何を言ってるにゃ、オイス。伝説を実証したニャオウィッス。どういうことニャ、マジ意味がわからへん。赤猫像の下、何が見えるニャオウィッス。あのホールは開かれた道。マモンゲーやで、これ。これから調査してもらうニャオウィッス。危険が大きい。プリ隊長を通してミッション申請するから、白犬隊2人以上で協力してきてくれニャオイッス。あ、そういうことね。白犬隊2人以上で協力プレイってことか。はあ、赤猫団はこの下には通せないニャオイッス。白犬隊だけで来てほしいと。ストーリーミッション、千脚万来赤の魔性が受けられるようになった。へえ。これ、ほんじゃ、あれか。こっからは入れへんねんな。あれ、これ、また、なんか綺麗になってるけど。ほいで、とりあえず戻るか。ん？ちょっと待って。白犬隊2人以上か。基本だから、通信プレイしなあかんってことやんね。とりあえず、ブリー隊長のところ行くよね。ブリー隊長、ストーリーのどっかに入ってるんか。あ、これ？あ、これはでも、赤マニキを倒すになってるけど。白コマは、あれなんかな？ほんじゃ、倒しに行けれへんのか。なんか謎やな、白コマの白の気象を張って結局赤羽に来た戦うん、これ。はあ。